ではですね、あの特別映像講義の機動戦士ガンダム講座第14話ですね、時間よ止まれの、まあ、ようやっと B パートに入りました。えー、後半始めます。えー、ここまでのざっとしたおさ,おさらいやっておきます。えー、タイトルは、時間よ止まれです。おそらくこれ、当時ですね、えー、流行っていた、まあ、あのなんだろう。 矢沢駅地の時間よ止まれっていう曲ですか。あの、観光費だったかなんかな。それの CM ソングあたりから影響を受けた、だと思います。まあ、こういうですね、その、いわゆる、世間の流行みたいなものに合わせようという風にするのも、まあ、富野さんのやり、あの、作役の一つなんですけど、まあ、そういう、割と世間ではありふれている時間よ止まれっていうフレーズを使って、あの、自分なりの面白いアニメを作ってみようとしてます。で、えー、 はい。お疲れ様でした。えー、無料分ここまでですね。えーっとですね、あの、時間よ止まれというのはですね、あの、さっきネットで調べたらですね、やっぱりあの、矢沢永吉の曲で1978年にですね、ヒットした曲なので、富野さん、やっぱりね、あの、こまめにやっぱ世間の流行を入れたいんですね。だからあの、 あの、機動戦士ガンダムダブルゼータの時に、秋元康氏をですね、えー、主題歌の作詞に寄与してですね、あの、アニメじゃないっていうのをやった時もですね、まあ、あんな曲が上がるとは思わず、富野さんですね、<laughs> し作詞が上がった時に、やっぱ怒ったそうですね。で、あれ以降ですね、絶対にその、自分でやっぱ作詞すると。それまでもずっと基本的には、自分のアニメーションの作詞っていうのを自分でやってたんですけど、やっぱあの、ガンダムあたりからですね、その、 世間一般の流行をどんな風に取り入れなきゃいけないのかと。アニメ界の奴らみんなもうアニメのことしか見えてない。そうじゃなくて、世間の、との流行ってるものをもっと取り入れなきゃダメだっていう風にすごい思い込んでた時期があって、それがそのダブルゼータの時のですね、アニメじゃないの時だと思うんですよね。でも、もうとにかく、 あの、歌詞を見て怒って、で、ええー、っと、畜生と、こんなことを世間にまだ俺たちは思われてんだと、世の中の人が思ってることは何かとアニメっていうのは何かっていうと、嘘だと。だから、アニメじゃない、アニメじゃない、本当のことさっていうのは、<laughs> アニメの主題歌に使うというのはなんて屈辱なのっていうド M 心に火がついてですね。もうガ,ガンダム WZ をさらに歪ませる原因になっていたんですけれどもですね。<laughs> いい話だな、本当に。ええー、まあまあまあ、まあまあ。 あの、ガンダムのこのトミノさんっていうのはやっぱそういうの意識しているのでですね、あのー、谷村新人ですね、機動戦士ガンダムのですね、劇場版の主題歌のですね、作詞をですね、お願いして歌も歌ってもらえるかと思うと、屋敷高地になってしまってですね、ライリーライリーライリーララになるというですね、も、ま、う、あ、ここら辺は全部含めて観察すると、その頃のトミノさんの思いっていうのがまあ分かってなかなか面白いんですけどもですね、 はい、ええー、まあまあまあ、流行に関してのこのこれぐらいにしてですね。で、あのー、まあ、あ